ボートレースというのは大前提として 25% の控除というものがあります。これはレースでの全船券の購入額から 25% を差し引いた分の残りの 75% の金額を僕たちプレイヤーは取り合っているのです。例えば大村1レースで全プレイヤーの船券購入額の合計が1000万円だったと仮定して、その1000万円のうち 25% は運営側があらかじめ利益として確保しておきます。残りの 75% つまり750万円を船券購入者のオッズとして配当しています。 75% が配当分ということは、つまり統計的に回収率は 75% に近づいていくということとなります。この前提を踏まえた上で本編の動画をご覧ください。皆さん、昨年のテレボート収支は確認しましたか？テレボートでは年間回収率なのが確認できるのですが、年間で100万使って70万回収で回収率 70% だった。てか俺こんなに船券買ってたんだみたいな。テレボートで確認してみると1年間で結構船券買っててびっくりしますよね。今年こそは回収率を上げたいと思っているそこのあなた、毎日の研究はもちろんですが、今回は確実に回収率を上げる方法を紹介します。その方法はズバリ各城のポイントクラブに入会することです。ポイントクラブとは何ぞやということですが、簡単に言うと T ポイントみたいな感じで、船券を購入すると100円あたり1ポイント貯まっていくっていうものです。城によってはポイントと言ったりマイルと言ったりしますが、今回は面倒なのでポイントで統一させてもらいます。最終的にこれを現金化したり豪華商品と引き換えることができるわけです。重要なのは現金と交換できるってこと。城によっても異なりますが、ミニマム交換は850ポイントで500円に交換できます。ポイントをまとめて交換すればするほど1ポイントが1円に近づいていき、1万ポイント貯めると1万円になります。そしてなんと8万ポイント貯めると10万円に換金できるのです。通常船券を100円購入で得られるのは1ポイントで、これは現在の貨幣価値に換算すると1円ですが、上記の通りまとめて8万ポイント交換したときは 1.25 円になるのです。株や FX 経験者の方ならこの 1.25 倍がどれだけ大きいかよくわかると思います。簡単に言うと、通常100円の船券を99円で買っているのと同等になります。なんだ、たった1円しかお得になんないのかよ、じゃあやらないわ。と思ったそこのあなた。勝負や投資の世界でこの 1%、1円というのはとても重要です。1円を拾えずして100万円は拾えない。想像してみてください。仮にあなたの去年の収支が合計でマイナス100万円だとして、このポイントクラブに入っていたら何の努力もしないで1万円のキャッシュバック。かけるレースによっては3万円、5万円といったキャッシュバックをもらえていたのです。実はこのポイントの還元率はレースの種類によって変わります。通常は船券購入に対する還元率は 1% ですが、各城によってポイントが2倍から5倍になるキャンペーンレースが存在します。例えば大村のマイルクラブ大村24では、優勝戦はポイントが5倍となり、さらに還元率を高めることが可能です。つまりこういった優勝戦なのでポイントクラブを入会していない人は一口100円から、逆にポイントクラブに入会している人は実質一口95円から勝負する恩恵を得られるのです。もうスタートの時点でどちらが有利かは一目瞭然ですよね。まとめると還元率はこのようになります。非会員だと 0%、 もちろん恩恵はありません。ポイントクラブに入会していると 1% ですよね。そしてマックス換金の8万ポイントを換金すると 1.25%、 またキャンペーンレースなどを利用すると最大で 5%、 そしてこの3番と4番を併用することで最大 6.25% まで還元率を伸ばすことができます。これを利用することでテラゼニと言われる控除率 75% の壁を超えることができるのです。まずは入会、それからキャンペーンレースの購入、そしてなるべくまとめて換金。たったこれだけで確実にノーリスクで回収率は上がります。チリツモですが、何もしないよりはマシですよね。もらえるものはもらっておくというのが利口だと思います。ではどうやってこのポイントクラブに入会すればいいのか。ポイントクラブは各城ごとによって運営されています。また24条すべての城でこのサービスを行っているわけではありませんのでご注意を。このポイントクラブがあるボートレース場は現在こちらの9条です。あれ、平和島には入会してるけど小島には入ってなかったな、なんてことありませんか。これを機に全9条で入会することをお勧めします。ちなみに平和島、丸亀、小島、唐津、大村の5条は1回の入力で一括入会できるサイトがありますので、こちらが便利です。
概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひ確認してみてください。その他の乗は個別に公式サイトから入会しましょう。皆さん、ポイントのメリットは分かりましたか？普段の船券勝負を無駄にしないようにコツコツポイントを貯めて回収していきましょう。ちなみに僕らが参加している大村優勝戦の予想や準優勝戦のライブ配信に毎回参加することでポイントはぐんぐん貯まっていきますよ。ぜひこちらもチェックして参加してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にもおすすめ動画がいっぱいあるので、そっちもチェックしてね。ではまた。